Hey, 日本の皆さん、元気でしょうか？元気があれば、ワクチン打たれ、ユーロみたいな大会にね、マスクなしでも見に行けますね。羨ましいです。で、今回のテーマなんですけども、三笘選手。はい、まずは、クラブのオーナーが、はい、まあ、同じベルギーのクラブに、はい、一旦移籍するとされてますけども、はい、まあこれが良いと出るかね、うん、悪い方向に走るか、僕はいいことだと思います。ちょっと違った環境で、ヨーロッパの雰囲気になれるの、レベル的にはね、ベルギーのサッカーの方も全然、あのイングランドのプレミアに比べては全然下なんで、うん、だからそういうところで違いを早く出して、もうちょっとこう経験した上で、プレミアに臨むのも悪いことではないと思いますね。トゥーリオ選手時代だってマッチアップしたらやっぱちょっと嫌な相手だ。いやですね、常に気を使う選手ですね。対戦してたら何をするか、どういう状況でボールを持たすか、どういう感じで使ってくるか、常にこう気を使わなきゃいけない選手なんで、メンタル面では疲れる相手としてはね、本当にこう注意しなきゃいけない存在ですね。そのベルギーで成功してプレミアに戻されました、はい、プレミアリーグって言ったらもう非常にハイレベルで、もうフィジカルモンスターがいっぱいいますけども、はあ、そういうところでもどうですか、三笘選手。いや、もう逆にそういう人たちを相手にするっていうのが俺は三笘選手の良さが出ると思いますね。あのステップの組み方、リズムの違い、あのタイミングのちょっとこう感覚がなかなかディフェンダーとして取れない三笘相手には、すごく僕は三笘のリズムっていうのは通用すると思いますね、うん、こうさらにここ伸ばした方がいいんじゃないかなとかってあります？どれだけ自分の我を出せるか、多少わがままに言ってもいいぐらいね、どれだけ、それを表に出せるか、例えとしてね、まあ本田のようなね、自分をアピールする、自分の良さをどんどんこう表に出せるような形ができると、さらにこう可能性は広がってくると思いますね。じゃあ最後に、三笘選手の、はい、まあ、ポジションっていうのは いわゆる2列目、はい、代表争いでもやっぱ一番そこの2列目の争いっていうのは一番激しいと思うんですけども、はい、今回のこのヨーロッパへの移籍で三笘選手自身にとってプラスになると思いますか？三笘選手のところ、左ウィングのところが一番こう機能する場所だと思う、一番自分の力を発揮できる場所だと思うんですよ。でもこれだけじゃってなってしまうんで、俺ヨーロッパではいろんなところが試されると思うんですよ。だからそのところところでね、自分の良さを発揮できるような、まずその地域の文化、言葉を吐く、勉強すること、それがもう最上限だと思いますので、それを含めた上でいろんなこう自分のね、バリエーション、引き出しを増やすことが大事だと思いますね。三笘選手もトゥリオ TV 見てるかもしれない。いやー、そうですね、もうトゥリオ TV 見てると思いながら、まあ、本当に大好きな選手ですしね、今後もねすごく期待してる選手なんで、間違いなくこのままいくとね、日本の代表を背負っていく選手だと思いますんで、必ずレベルをね、上げて、人間としてもね、プレイヤーとしてもね、必ずいろんな文化を勉強して、いろんな言葉を習って、さらに成長した姿をね、日本の皆さんに見せるように、応援していきたいと思います。